2014-6-21ザラスト a ブザホテルアイビス、t e 六本木ザットデモリションワークビギンズホテルアイビス六本木は1976年9月4日から2014年1月1日までの約37年間東京都港区六本木7丁目14番地六本木交差点から徒歩1分青山1丁目へ向かう外苑東通り左側歩道に面して存在した シティホテルである営業施設はアイビス共同ビルの5階から最上階までの旧フロア運営は株式会社アイビスであった1976年9月4日ホテルアイビスを中心としたアイビス共同ビルはヨーロッパ調デザインとしてレンガと花と緑をコンセプトに開業地上13階地下2階鉄骨鉄筋コンクリート作り 建築のベイカ面積12,500平方メートル、エレベーター4機、エスカレーター6機が設置されていた。その後、金子鶴市が代表に、金子渡る久氏が副代表に就任した際には、内装の大規模なリノベーションが適宜行われた。これにより、アイビス共同ビルは最盛期を迎えた。2013年11月時点で、客室は6階から12階182室。 スイートルーム一室を完備、協立施設として1階にカフェレストラン、ラバンセ、3、4階に個室レストランカラオケルーム、ラブネット、4階にアイビスホール、5階にエスカイアクラブ、13階にイタリア料理、リストランテ、サバティーニローマがあり、1階はホテル入り口の他に、コンビニのデイリー山崎、トンカツ屋のカツ屋、寿司屋のオツナ寿司、スタンドバー、ルプ、 ゲームセンターの六本木ボルテックスになっていた。1階の裏通りに面しては、平面駐車とタワー駐車合計30台収容があった。2014年1月1日に閉業。2014年1月10日午前9時、アイビス共同ビル1階の管理本部室前ロビーで、ケネリクスへ、デイリー山崎、おつなずしを除く全館の鍵が引き渡された。 デイリー山崎は1月31日に営業を終了。おつな寿氏は、悲願明けをもって仮店舗に移転し、レム六本木の開業に合わせるべく営業を継続した。また新広氏も、住居部の改築のため、悲願明けに仮住居への引っ越しを完了した。2014年3月31日、ケネリックスの依頼を受けて、数名の部下と共にアイビス共同ビル統括防火。 防災管理者兼管理本部の業務に任じていた大田博道から解体業者へ全館の鍵が引き渡された。跡地は阪急阪神ホテルズが運営するレム六本木が2017年3月30日に開業した。左2枚の画像は麻布消防署からいただいた最後の有料防火対象物認定通知書と認定証です。感謝状警視庁警備部長麻布消防署 アザブ食品衛生協会からいただいた感謝状、表彰状、アザブ消防署管内自衛消防隊コンテストホテル、アイビスホテルアイビス自衛消防隊が、閉業前に、アザブ消防署管内の自衛消防活動協議で優勝した時の表彰状、アイビス共同ビルアイビス共同ビル自衛消防隊が、閉業前に、アザブ消防署管内の自衛消防活動協議で活躍した時の表彰状、 ありがとうございます。